のあやたまです。そして白飯です。白飯です。はい、はい、というわけで、クロノクロスの続きやっていきますかね。危ない、ニューゲームじゃない、コンティニューの台無し。これがタイム一番進んでるから、これ押せばいいかな。マイク、そうね、オンになってるね。でパーティーメンバーが前がレナ・ポシュルだったんで、今回またちょっと変えていきますかね。今回ね、どうしようかね。あ、コルチャ入れてたか。ラッキー団かな。ラッキー団ピエールかな。おお、今度その前。そう、ちょっとエレメントとかちゃんとしてたっけ。でも前ブートフェドラ配信か、全員いじったらしい。多分ね、全員いじったと思うんだよね。途中であの OBS がクラッシュ。あ、そっか。ダメか。なんか悪が強い配置してんな、これ。青緑緑ちょっと使いづらいか。じゃあアクアビン。あ、でもこれ使い勝手いいよな。ピラ以外にいいやつあるかな。ビルブルーか。何やこれで。さて、じゃああそこよ、ここヒドラの沼。そうヒドラの沼の奥で、相当気持ち悪い虫を倒した。で、そこで虫が倒れた後の場所がなんかね、ひび割れていけるようになったから、そこに行こうと思うわけですよ。で、多分ね、こっちなの。このエビフライみたいな場所ね。ああ、それラッキー弾、そういえば刺さってんだわ、こいつ。ピエールが危険だよ。想像以上に長いやつが刺さってる。一応セーブしよう。始めたてで何やってんのって話だけどね、ちょっとね、ビビリなんてね。こっちは何もないね。嘘できると思う。さて、こっち行って、あ、こっちじゃない、ここか。ほんで、ここなんや、ここのひび割れた場所。あ、なんか始まる。真ん中は避けて通った方が良さそうと。らしいよ。よし、避けよう。どこも行けんやんけ。え、行けるやん。え、取った方がいい？取った方がいいの？これ。えい。あ。うわうわ。うわ。これ味方？なんかのんびり歩いてる。え、嘘。勝ったわ。勝ったわ。なんか捕まってないんだよ。その前に宝箱だな。リカバー。誰これ？あ、さっきなんかさっきっていうか前回の配信で。妖精っぽいやつがヒューって言ってたのよ。移動してたのよ。妖精系？そうじゃけ。タコみたいなよくわからんやつがさ、わざわざこの檻を作って捕らえたの。喋ってんのかい。本当に喋る。
何年ぶりの獲物かしらん美味しくいただいてあげるわん。このオクトガル様がね、ラップがあるね。シャッまずいわ。ちょっと待って、上から連続で戦闘は連続ではない。2週間空いてる。前回ね、このひび割れてる場所で気持ち悪い虫を倒したのよ。で、今度気持ち悪いイカを倒さないといけない。タコだね。タコか。イカなのかもしれないけ。はい、バトル。オクトガール。オクトパスのガールだ、多分。なるほど。だからこいつタコだ。タコだね。弱、中、強のこいつ属性なんだね。そう、チラッと見るか。青、赤が効く。青には赤、確か。タブレットとは違ってボマー撃つか。どんどんね、フィールドエフェクトを赤に変えていこう。ほい、34、6ヒット、1、2、3、4、5、5じゃね ?75! あっ !75! そして青にされた。ピエール青だわ、そういえば属性。ピエール青だね。ん?あ、関係ないわ。ピエールが赤だったらめっちゃ食らってる。ただ単にピエールが柔らかいだけだ。はい、弱、中、強で、ピエールか?タブレット赤だし、ピエールか。ピエールは違う。違う。あった。ほい。尻振ってくね。これで、まあ、赤にするか、赤にするか、青にするかの勝負。2。からの4。で、赤ボマーしかねえ。これでね、たこ焼きを作っていくぞ。21、26ヒット。あ、また青になるじゃん。あ、 6発の音聞こえるわ。91って強くない？やばいね。やばいんじゃない？大丈夫？やばくない？これは悠長に染めてる暇がない気がする。でも結局タブレットが赤だから、これで無理なく赤にしてもか。火力3、これがない。火力30か。弱、中、強のエレメントの、どうする。タブレット30回復だからピエールかな。ピエールね、今その体力だとワンパンで殺されるからな。6ヒット6パンだ。ラッキーダムだ。おい、うわっ、遅い。ちょっと痛い。でもこれで赤に染めれるぞ。4の、これでいいね。中強でスタミナが1残って、赤がない。えい2で、セルドのが、じゃあセルドの赤何があったっけ。タブレット。じゃあ殴ってからラッキー弾にタブレットをぶつけるか。ぶつけるね、与えるか。セルドの火力、あ先にやられた。ああああ、わらを掴む。この思い。痛い。そして青になった。で、なんか自利品な感じがするね。でも相手回復はしないからいいけど。はい。はい。寿司の醤油。寿司醤油。あ、でも、味ちょっと違うんじゃないかな。味があるかないか。
そりゃ日本人の繊細な舌に合わせるためじゃない。ずっとこの肩見ながら考えてた。もうちょっと他のこと考えていいんだよ。ラッキー団に回復。こいつらで来たの。こいつら来たの間違いだね。え、ちょっと赤ないよね。赤ないんだよな。だからもう一旦ちょっと頑張って殴るわ。ゲームオーバーになったことあったの？ゲームオーバーはね、確か一度もないと思う。言っとくよ、ゲームオーバーにならんからね。あ、そう。人来た。お、スカ、ほら。で、今相手が攻撃したってことは、こっちはもうちょっと余裕があるから、ターンが。こっちもフルセット入れて、72! 強い。セル殿かっこいいよ。強いね。強い、本当に。で、赤ね、ボーマー作っちゃったからね、回復ばかりになっちゃった。とりあえずこれで真っ赤かになって、でもラッキー弾があんのよ、赤。割り込まれるの嫌だからボーマーぶつけるか、いきなりね。あ、弱ってる弱ってる。むしろセルジュの攻撃のおかげ。そうだよね、セルジュしかまともな攻撃してなくて、してない。もうバッジスパークでいいや。ほい。なんと、これでとどめかれるかな。違った。ちょっと違った。よかったね、回復したよ。違った。えい。あ、いや、ここでアクアビームよ。あ、でもあいつあんか。ほら、12。ラッキー弾はヘビーブローぶち込ませ。そのケツから繰り出される拳、拳じゃなかった。どう？18。いって、いっ、あ、よい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 。ああ、本当に呪いのような見た目になって、あ、勝った。これも勝ちだ。46、どう？ああ、頑張れ、もう一回頑張れ。あ、ば蘇生ってあったっけ。蘇生、どういうこと。蘇生したことないんだけど。昔しなくもないけど、蘇生かな。タブレットで回復するかな。ヒールとかどう？できる？選べない。敵も選べるね。敵は漏れなく選べるね。もう頑張れ、もうとにかく頑張れ。セルジュでもらったと思ったんだよ。27。いいじゃん、意外と良かった。意外とね、ピエールにしてはすごい頑張った方、うん、おい、セルジュがそれはいかん。来た。あ、来たわ。色あせた。気化した。そして風化した。風化まで早い。あー、死んでるよ。ピエールがちょっと強かった。戦利品フリーズで、もう一回話しかけると。森取れたね、今取れた、簡単に。妖精ラズリー、見てわかると思うけど妖精だよ。そうだね。あー、そうなんだ。わら、わらしたちのいた世界の話だけど、わら。あー、説明したの今。え、
構取りすぎてるね、ラッキーだ。住人だとわら。語尾がおかしいね。どういうこと？信じられないと思うと。今の花デカって名前なのか。名前見てなかったわ。トゥエルじゃないの？ああ、そうだ、あれ。ちょっと待って。オクトパスのガールでオクトガールだ。喉の調子悪いからあんま突っ込みを入れてないの。あなたかってじゃあ誰？ドワーフか。ああ。やったねー。じゃあどっちか組み取るか。名前はもうこのままで。さあどっちにしようかな。よし。秒速だった。さっきのね活躍、ああもう活躍で評価して、そう。死んだのラッキーなんだと。まあな。一だわ。一だわら。一だわら。おすすめ配置。おすすめ配置にして直していくはず。自分で組むより多分上手いからさ。ラズリンスター。はい、お寿司様って言ったよ今。お寿司様を一つ。間違えた間違えた。ラッキー団に回復を。ディスパースは違うな。いっぱいあるのはオーラなんだけど、オーラはいかん。これもダメなんだ。タブレットかやっぱり。フィールドだと50回復するんだ。さっき30だったけど。これで上に出ればいいかな。あ、いいね君、空飛んでて。ところで、はい、でもシナリオ分岐があったし、ここからもシナリオ分岐。はい。どっから来てる？シナリオ分岐があると。うん。これが難しい。どうなる？ウーハーつけたいけど、ウーハー違う誰かつけてんな。つけて預かられてる。でもこっから多分どうせレナでしょ。引っ張れる。多分引っ張れる。でレナは強いからね。そうやね。レナを一旦外してこれで。で、あ、ニードルも外すか。で代わりにここ適当にエア操作でも入れとくか。で、こうして、これで一旦おすすめ配置すれば、これか、うまく操作ができない。こうね、ウーハーついてて、ここにリカバーじゃなくてニードルにして、エア操作ヒールヒールリーフリーフ、基本ミドルでいこう。これでいいでしょ。で、やってみたいこともあるんだけど。やってみたいこと。得られるものならなんだけど。てか、ここ外れ？何もできなくないか。あれ？はい。ね、さっきのさ、わあ、君入らなくていいじゃん、飛べるんだから。本当だよ。さっきのさ、上行けたじゃん。上行きたいんだけど。で、これね、知ってるよ。これ。あれ？これ。こうやってね、鈴鳴らすとうなだれるんですね。戻りすぎた。いや、まだ大丈夫。ここのさっきさ、落下しなければ先行けたっぽいんだよ。ああ、ここ行ってる。そう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 。もうね、マップは大体覚えた。ちょっと鼻が
そう、ここエビフライゾーンね。あ、セーブしよう。とりあえず進もうかね。セーブするソフトも速くなってきたよ。やがて重大なものに上乗せそういうのってやるよね。やる、よくやる。すごくショックを受けるよね。そう、慣れてきた頃がね、やっぱりね、何でもかんでも危ないのよ。あ、危ない。こっちこっち、ほら、いけるでしょ。いけない。じゃあちょっとこっちからショートカットしよう。よし、思い切って飛び込む。危ないからやめる。要請飛び込まなくてもいいぞ。え、これってあのタコいないけど。おお、すごい。ドーン。足腰やばい。体力減ってない、大丈夫。あ、おい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 、しっかりしてんな、おい。でも、はい、あ、体力ちょっと減ってる。ラズリーまで捻挫し、ラズリー捻挫しないだろ絶対に。こういう罠があるということだよね。え、じゃあここはもうよくって奥に進めばいいんだな多分。ジャボンで入っちゃって、こっちも行けるでしょ。はい、行けないね、こっちだね。あ、あ、こいつ名前なんだっけ。なんだっけ。ちょっと横、失礼します。お、こいつはね、めんどくさかったからだったかも。あ、オートセンだけでいいや。そうだね。隣すみませんね。背中かいて。え？よし。あっちの方はなんかあるかな。おお、危ないな。赤いやつがいるけど。あ、やばいかも。やばくないかも。じゃ一旦手前から攻めるか。いや、待って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 、宝箱あった今。沈んでるね。沈んでる。よし、まずそっちから。楽しい、楽しい、出るところ。あ、何？戦うのやめようよ。鼻でか。鼻でかか。鼻色やばいけど。ノフ。守り神なんだ。え、じゃあヒトラの毒得たらさ、ダメじゃない？守り神死ぬじゃん。ここをカラスかギットの命が大事か。え、大合唱してる。おお、合唱がひどい。あ、お、音痴は？ラズリー、ラズリーやば。のっぽどワッフ、ヒゲドワッフ、ノッポドワッフ、ドワッフ、ノッポドワッフ、ヒゲドワッフ。ほら、ドワッフの方が弱そうに見えるけどな。誰がオンチだったかによる。そうね、多分こいつがオンチだよ。ほら、君だろ。で、黄色を打ってきたな。緑でいこう。まずは、ラズリーの回復。ラズリー体力少なめだな。で、ラッキー弾も、こいつ、まずはこのね、無印ドワーフを倒そう。おい、あ、ちょっと間違えた。弱打って強打てばスタミナは1残って、おい。で、エレメントを打てる。赤しかねえや。そうね、弱ノッポドワッフにカーソルが最初行くな。ほらほら、あ、ちょっと強い。あー、ラッキー弾がやばい。もうオンチだもん本当に。
はえあええちょっと待って、え全体攻撃でもミスってる。ガソリンスターオフ様一つ来て、頼むぞ。あいつがね、オンチだから。ちょ、あ、おかしくない？で、セルドのが死ぬのがマジでやばい。ヒールが、くでもタブレットあるんだ。まずとりあえずセルジュ回復。で、多分ね、5体だったから大箇所したのよ。で、今4体だから、ほら。で、気合よけ。痛い。あ、おい、ずるい。死んないけど、放電するのか。あ、死んだわ。43、オートセーブしかしてねえ。やっちまったなこれやっちまったなこれ。シューだけ打って回復させて、ダッシュ切れしないしないしない。助けて。え、こっからでも一応あの外に出たりしないかって言ってみたけどえ聞いてない。なんかこっからでも入れる保険は。ああ、ジャストキルされた。はい、初のゲームオーバーでございます。来た休憩です。はいはい、いきなり出落ちいやさっきね死んだからね。提案なんですけど、はい、ちょっといろいろ手がてら回ってみない。回る方から出てさ、あ、オープニング流す早速あ、今のうちなんか説明を。例えばなんだけど、はい、前回で自由に行き来できるようになるだろうなって。あー、そうね、思うんだよね。オパーハマ、オパーハマ、オパーハマオパーハマを通れば行けるから、うん、探索が比較的自由になる。ああ、なるほどね。例えばなんだけど、はいはい、今どっち世界だ全然分からん。今セルジュがいた世界。あ、いた世界。じゃあそれをホーム、ホーム、ホームとアウェイ。アウェイでもいいよ。あなたでいいか。あなたそうかなんか球場とか野球とかラグビーみたいな話になった。あ、そうなの。そう、ホームとアウェイっていうからね。あ、じゃあアウェイの方例えば行ってはい、アウェイの方に例えばチャットとか。ああ、なるほど、入れるようになってると思う。うん、なるほどね、そこに何かあるってことだね。ああ、それは確かに。うん、好き放題暴れていい。暴れるか。あ、素材そうだね。うん、はい、やっぱりやっぱり合唱されてる違う海の合唱になっちゃうチーンってこと。チーンしたチーンしたね。本当に大合唱だよあれは。大合唱です。安らかにお眠りいただけたらと思います予測はあってたけどな、1体倒せばね、合唱はなくなると思ったのに遅かったね。あ、そうだね。うん、そうね。はい、じゃあもう、うん、あ、ちょうど終わるわ。終わるでこれからそうだオープニングが終わるということは始まるということだよ。じゃあリベンジでオートセーブからねセーブしとこう遅いんだよな。全然遅し。いや、帰りたいね。帰るか。帰れるはずだね。道を越えた。うん、ううああいうのはね、動かない方がいい。
そう当たったりするから怖いけど動かない方がね正解だから、あれいいで、そう後ろ向いてるけどいいかな、あ、いいね、チリンで、こっち行ってで、こっちから行けばいいか、こうしてあえてこっちから行くか、そっちが相手なの絶対ね、チリンやるより早いから、ね、じゃあ、オバハマに行くか、でもまあ、どっちの方がいいとかあるのかな、でも、ラインナップ一緒やったと思うけどな、一緒だ、あったオバハマ行ってハルくん行けるんじゃない、ここで、あ、あるある、あるか、急だな、おい、あ、で、これあれ、これあ、毎回これカットに入る、不思議だな、上から降ってきた感じ、こいつらも、うん、こいつらもなんかうわーって来て来て、もうしれっと合流してラッキーだ、そのまま行くの、あーラッキーだ、まあそうだね、しばらくこのまま行くか、そこそのそういうことかね、こう行けるんじゃ、おや、こいつぶっ殺せばいい、ゲッピ、何かご用でしょうか死ね、マジで、え、怒るわな、え、わかんない、適当に、ちょっとネオス、まもなくマッキッキーになるな、させねえぞ、あのちょっとケーキ漬けにダッシュ切りするか、ほら68、行くともしない、行ったりしない、今前かがみだ、こいつ猫背だね、なに機敏、そして痛いな、1タブレットやつ、それでも合唱と比べたい合唱やばい、大合唱は地獄中の地獄、2タブレット強やった、あれは乗ろうか、よし、なんともなってない、ついでに足を振らしてみるかな、さっきねびっくりしたのはラズリーの強豪全体なんだよ、今1体しかいないけど、あ、ウーハーでもいいけどね、あ、疲れてる、ラズリンスターで、あ、疲れてる、全然違うから、あ、より下見た、そう、より下見てる、下したの、えい、104つ、強すぎる、マジでやばくない、だってやばくないやべえ、ラズリン使うかもしれない、ラズリーだラズリン、ニックネームで呼んじゃった、ラズリンいいな、本当はそれね、セルジは止まってるっぽいけど、セルジも弱めちゃった、すげえ不思議な開き方、よし、これでもう堂々と正面突破ね、誰もいないじゃん、お邪魔しまーす、ちょろガシャーン隣になんかいる、これやると上までいけるね、お一気に行ってみるか、ラッキーだ、ラッキーだ、なんか完全なる十字架になってる、ああめっちゃ順調に奥まで来ちゃったけど、うわ開けれた、あんま戦闘ないの、でもまたあいつぶっ壊せば多分
成長するから。ああ、あのロボ？ああ。はい。あの時のです。ああ、うん。古流の鳥で行きましたと。めっちゃ今集中して聞いてるよ。何もできません。仲間になってもいいんだよ。やった。え、妖精さ、粉吹いてる。あ、まあティンカーベルだってね、大体そうだから。あ、そっか。こいつ気になる。気になるけど何もできない。結構不細工だよね。ダリオだ。たびたび出てくるダリオ。絶対発音違うけど、ダリオ。大事なやつなんだろうな。寝室に何かないか。寝室を覗くな。異性の寝室を平気で漁るからね。しかも本人いるからね。すまんねって思いながら。なんかいるぞ。あ、ルチアナ。人型植物改良種フィオ。どこが人型なの。味方になるじゃん絶対。これはどうかな。絶対味方になるよ。成長させれば仲間にすることができる。だけど、え、チェーン貴様の命をもらうぞとか言うのか。間違った。私の中にあるな。ヒドラの沼じゃん。はい。え、言ってほしいんだろ。あ、どっか行っちゃった。そこで生命の輝きを手に入れれば、あいつが、宝箱、あいつが味方になるってことね。サーチスコープ。つかこれ。アイテム見れる？ないじゃん。いいアイテムだ。どうでもいいアイテムか。こっちはもう何もないかな。見ることを得て、そうね、生命の輝きを手に入れないといけない。これ屋上らしいから、うん、ここは下へ下へ調べていけば、上からサーチスコープあるかもしれない。片っ端から行くか。ちょっと、うっ、よし。ラズリーはそのまま降りれると思うんだ。粉吹いてるしね。ほう、粉吹いてるから、こいつぶっ壊すか。ギギガピピ。あれ？あれ？ダメか。じゃあこっちから。こういうのを全部壊せばいいのにって思ったけど、ちょっと当てが外れた。ドアでかいな。あ、いつぞやのおじさん。詳しいことを教えてくれた人だね。ご無沙汰してます。南東にある古竜の砦へ向かったようじゃ。四天王とほとんどの騎士たち連れてる。占領できるぞ、ここ。アレポリの連中と一戦交えるのきっちりときつい。アレポリ。上には何かないかな。何もないな。じゃあこっちは出てって、え、じゃあもうここのフロアは行ける場所ないな。まだあと下にあったな。音やばくない？マジで楽しいから。
放題されると。あ、こいつらのあの部屋だよね。四天王たちの部屋か。面白かったよね、結構。あ、そうやね、宝箱なんか。めっちゃ話しかけてさ、もらえた。あれがあるからね、カーシュ好きなんだよ。あ、にゃー。あ、う、待てよ、仕掛け絶対なんかあるだろ。ね、猫どこ行ったん。ここなんかあるぞ。ないわ。ないね。この猫を犠牲に何かをすればいいかもしれない。猫は鍵かもしれないから。猫を鍵穴に突っ込めばいいんだよ。ひどいな。あ、こっちね。ここなんだっけ、なんだっけ、ななんだ、いるじゃん人。はい、絶対触りません。もう全部解いたんだよな、トラップ。んこれももう動かんでしょ。あ、んはい、蛇の像がある。どうせこれも、ああ、押せば動きそうだ。今もう押した。あいつ見てるよ。動かすなって言われたのに。はい、やったー。わかった。こいつを持ってくんだ。うっ、こっけえ。あ、セットされているよ。た、縦を取るぞ。取れない、教えて。無駄無駄。大佐を連れてこればいいってことね。今は取れんってことか。そう、あいつ見ててニヤニヤしてやがったな。性格悪いな。ここででもセリフ変わるの結構好きなの。あ、捕まってる。本当に何やってんのこいつ。本当に何やってんの君。あ、怪しいな。怪しい。もっと怪しい動きしてるよ、ここで。こういうなんか研究者的な人たちのテーブル、なんか張り紙とかがいっぱいしてあって、あ、ここのこれ、うん、こういう感じめっちゃ好きなんだ。よくわかんないな。そんなの光ってるし、あの光ってるのね、アイテムかと思ったんだけどな。いやー、おー。一緒に行かなきゃ。なんでラッキーだ。やったー。できました。すごいさっくり。さあ。あ、黒じゃん、しかも。よし、エレメント。なんかでも黒そんなにないよな。でもラッキーなんから剥がすのちょっとめんどくさいしな。間違った。適当に頑張るわ。あ、買い物してもいいしね。お金あったでしょ。あ、そうやね、お金はね、1万2000あるわ。じゃあ、テルミナ行こうよ。もう他に漁れる場所ないのかね。とりあえず、探索を片っ端からして。くそ、意味深な場所が。そのアイテム宝箱が取れん。あ、やったぜ。待てよ、勇者。やったぜ。やったぜ。最低。勇者の盾ってあれじゃない、あの、ピエールじゃない。勇者といえばね、うちに最弱の勇者がいるよね。うん、いる。弱いながら頑張ってる勇者がいる。封印されたけどね。でも死んだのはラッキーだもん。よせだよ。勇者バッジ、勇者の盾、
あと1個じゃない。ここになんか入るでしょ。そしたらもうあの装備は真の勇者になるよ。あ、装備何もしてないのこいつら。ブロンズロッド、ブロンズメイル。あ、下がる。毒消しつけとくか。サーチスコープ、命中率上昇。あ、そういう系ね。ミスとかってなりにくくなるかな。全体がミスなりにくいのでかくない？そうね。今思った。とりあえず毒消しの帽子かぶさして。待って、うん、やっぱ買い物ありだな。あ、ブロンズメットちょっと上がるわ。まさかこんなしれっとね、盾手に入るとは。入れんか。待って、先に、こっちから。そこで取れるの全然知らん。ピエルさ、前、うん、昔プレイした時仲間にしてないから。あー、なるほどね。うん。さ、音がない感じ怖いから嫌なんだよね。結構さっきから音ないよね。そう。さっきからね、落ち着きがない。ガシャーンとかって。ガシャーンだもん。音鳴るとしたらガシャーンだからね。最後の晩餐。これ取れない。ダメか。今思った取れるんかな。うっ。あー、はい。あー、料理待ってない。このやべえ人。あー、捕まってたですか。あー、そっか。何もない。一人で、お客さん一人だけだからさ、すぐ料理できそうだけどな。人参的なもん。人参が踊ってるね。どっから来たこれ。あ、あ、ちょん。これは取れないと。グレンが出てったらしい。この辺の盾も、盾や剣も取れない。これ取れるだろ。取れないか。お、サボってるぞ。おいおいおい、ちょっと待って。こいつはね、大物になる。大物になる。異色のメンツになったね。だけどさ変な奴らしかいない。逆に常識人っぽいのってもうダメか。レナくらい。レナもでもなんか大概大概かしゃもじだ。確かに部屋に入りづらいな。何もないかも。さすがに見る限り何もないもんな。ここ、今日の配信のキットを足す。いや、当てるよ。あ、持ってきた。持ってきたね。これでいいか。キット助かるかな。もう手遅れかもね。どこ行くの。一応他にも探索できる場所を 見ようと思って。いや、あの竜の餌でもやりにくいちょっと戦慄したんだけど。おお、なんか意味深だけど何もない。何か意味深だけど何もない。本当に本当だ。そこでやめろ。やや。やめろ。やや、これは。やりません。これやるとね、漏れなくあやたま勝ち切れるからね。しかももう忘れたでしょ、感覚。もう感覚忘れたね。あいつらだって待てばいいじゃん、もうちょっと。なのにさ、すぐ待てなくて怒るんだもん。竜を怒らせると大変だから、ね、切り殺すよ。セルジュ君を舐めるね。ダッシュ切り。そう、ダッシュ切りする。あ、こっち何もないか。どっか繋がるとかはない。はい、よし、もう完全攻略だな。盾拾えたのは大きいね。うん、でかい。あと上に何かいたっていうの。
何かいたね。生命の輝きを取らない。お、覚えてない。お、覚えてる覚えてる。ちゃんと。なんだっけってすごい考えてた。記憶力いいので。エルミナイトとお買い物するか。いろいろ売ってたでしょ。いろいろ売ってたと思う。何か分からんけど何か売ってた。それは探索するのもある。なんか変わってんのかね。ここ行けたんだ。ちょっと今。ここ行けたんや。ちょっと。うん、ああそうだ、エレメントショップで黒なーい、うん、いっぱい欲しいやつあるな。タブレット開封できるからちょっと。いや風回復、捻挫、毒、やけど、風配置してんの謎に。ちょっと一応フリーなやつを5つぐらい、こんぐらいでいいかな。上で何かいいもの落ちないか。他にもこの町で誰か仲間になるとかないから。あ、そうだ、あの人魚とかどうなんだろう。あ、うん、あと、あ、そうだ、ここ骨のおばあちゃん。あ、あとそうだ、ここのなんか穴のやつもあったわ。このは前話したな。変わりそうなのに。そうなんだよね、変わりそうなのに。延々ケンケンパチ、変わる、うん、しかもこいつのね、見どころはね、この終わった後のこのターン、足首超強い。龍角草ね。そう、誰が置いてるか分かんない。で、このお母さんは延々寝てる。うーん、次のお話はいい加減起きないかね。2週間寝てるけど疲れてる。相当疲れてるなそれ。あれと寝てるからね。緊張の糸が切れたんだろうな。またちょっと人魚煽るから。あ、占おう。この2人は知らないよ、占ってないよ。まずは、まずはルチアナ。カズの恩師。何？そんだけ？どう？刺さってる刺さってる。どんなところにも争いが起こりうるもの。争いをなくせと。何の話をしてんだ。以上。あ、日本の国旗ある。あ、そうなんだね。あ、あれ違う。お前はシャケイツで手に取ったら買い。交換できるやつなんだけどね。もう魅力的なものないんだよね。今の数が、あー、右に乗ってるか。カプセル、ボーマー。あれ？マイナス1じゃないですか。あ！ってことはさ、コール増えちゃった。え、ちょっと待って。ちょっと待って。増えてない。どういうこと？
さっき買ったやつを。え、これで一旦ここまでにしたいんだけど、ダメ？あとレベル22に作ってみた。ダメだ、減ってないね。目玉あと12。あと2。ちょっとやってみるか、何か。じゃあピアと、あ、できた。エイメイの金色。あ、前職。何が起きたんだろうか。ワンって言ったけど。わかんない。全然わかんないね。全然わかんない。全然わかんなかった。ちょっと話した？一緒だ。何だったんだろう。何だったんだろう。全然わからん。なんか話してる。なんだ。死んだっぽいわ。なんか覆面レスラーいるんだけど。いるね。死んじゃったのか、子供が。あの神官様とかさ、あの覆面レスラーああ、死んじゃったの。そういう系なんじゃない。いくつぐらいの子なんだろう。絶対プロレスだもん。絶対プロレスだよね。そう、あー、船で流すのね。あー、何も乗ってないぞ。ゲッツこれは日本で一番ダンディーな人のやつかな急にあの人なんじゃない、人の名前ゲッツって急にやったわけじゃない突然あの笑いを取りに来たわけではないと。あの両親ブチ切れたよはい、気さくな人やね、ダンディーさん。ああ、わかりました。君そこに住んでる。まだちょっと両親に挨拶しないと。もう帰ってきてるなんて思ったら違う。あれ帰ってきたら怖いよ。中傷されました。これはお墓？この。あ、このトルネード。こういうことなの？かもしんない。1,2,3,4,5。ん？数えれんかった今5より多い数数えれん。2,4,6,7,8,9,10,11,12本ある。12本、つまり12人死んだということ。少ないレスラー。おーおー、突然突然だな。偽物扱い。読みとか急にボフって出てくるみたいな。人と変わりませんか。え、人いる右に。あの、え、あの、どこどれ。あ味方やと思ったこいつか。なんかパーティーメンバーだわもはやあ、悩んでる。もう事情知ってる。なぜセルジュってもしかして口軽い。食べられる主人公なの。うん、たゆとうている。
闇落ちするのよ。いや助けてほしいな。おおお、あ、アストラッドって名前なんだ。修行だね。この人ちょっと変な人か。ゲッツ、ゲッツ、姉さんがゲッツなのね。あ、なるほどね。この名前忘れた、ジルベルトやったっけ、が弟なの。気づいたか。あ、妹なんだ。逆にね。逆に。こっちからしたら急にだよね。急にもう仲間になる前提で悩み始めてる。この覆面外すのかな。もうなんか闇落ち設定になってるから。もうこうなったら断れないよね。これでいや今はいいとか言ってやったで仲間増えたな。どうしよう。どうすんの。どうしよう、いっぱいいすぎる。困っちゃうね。でも一旦まだこの2人で行くか、ルチアナとラズリーで、次回彼入れるか。彼入れる。そうしよう。オッケーオッケー。あ、すまんね急に。ぶっちゃけ、はい、多分これだと回収かな。あ、回収できた。うん、あと知って言うなら、ただもう言ってないとどうしようもないけど、うん、おキーアイテム見て、だがシャレっぽくてしっかりしたコツ、はい、あまだ足りないけど、借りたら何か起こるかもしれない。どっかにあるの、ね、この辺に。わからない。あ、それはわからん。集めたことないから。集めて。え、この犬とか剥ぎ出さんかな。や、やべ、うん、これ取りに行くか。これを戻ってきてないけど勝てるよ。まあ、いくつなるし、ちょっとセルジュ君強いもん。ないだけ、ドクロのスカールだ。スカール、スカールをね、味方にしたいね。スカールもこのテルミナーの時があったよね。そうだね、テルミナー結構みんないっぱいいるな。ライトバイだから。なるほどね。人種のルツボってことよね。なんと骨もいます。あ、なんとこっちか、これか、か影切りの森か。いや、沼って意味だよ。 あ、沼か。いや、こっちのアウェイの沼に行くか。ここね。キッドはガン無視です。この人まだいるよ。まだいるというか別世界だけど。別世界だよね。これはなんかフルトボ今画面が毒、もしかして。毒毒毒毒毒毒毒。一旦自宅で寝ます。あれでもここの自宅は、あ、なんかいた気がする。なんか先住民っていうか、高住民っていうか、なんかいるから。
トカゲが寝てた気がする。びっくりした。なんかあの画面、あ、そうか、見てないね。ちょっと画質が悪いのかと思ったらブレブレの、そう、毒だった。いや、ちょっと宿借りるわ。休ませてくれとか言うけど、なんか負けた気がするんだよな。ん？ん？ん？シャリーン。元の金がわからん。しまったな。装備品とかはここだな。武器防具見せてと。あ、でもいいやつ持ってんな、こっち。なんか分解するか。いっぱいいるもんね。防音系は弱いから。全部星のターナー、あ、骨のターナーなんだ。あんまりいいやつなかった。そう、エレメントはうーむ、しけてるね。しけてるね。あの沼どういくか。いいこと教えよう。はい。基本的に地形はそんなに変わってないじゃないかな。なるほど。いや、あの穴開けたんや、穴開けたんや、はいはいはい、ここまで行っちゃった方がいいんじゃない。なるほどね。なるべく最短ルートで行くか。食らうけど。あの人さ、思いっきり毒沼にいたよ。そうね。あなたも大概消えそうよ。宝箱欲しい。まずはちょっと一旦さ。あ、まだ行った方がいい。宝箱欲しい。こっちに何かいいのがあるんだろうな。じゃあ、でもよくこんなさ危ない場所歩けるね。ちょっと怖いから。いや慣れてきたわ。穴開いてんのかな、こっちの世界でも。あ、アザース、ディスチャージ、放電のやつだ。穴は？いや、誰だよ。誰だよ。大丈夫だよ。お、やったやったこれで堂々といけるな。だって装備しないといけない。そうじゃない、持ってるだけじゃダメか。あの辺でこの食事、ああ、あれね、チリンね。装備品見てみる。ないってことはもう持ってるだけでいいのかな。まあ試しに、ああ、持ってる、あるあるある。あ、じゃあいけるわ。よし、そしてここは穴開いてなかったね。いやー、これで気持ちよく探索できる。危うくね、ゴリ押しするとこだったね。しそうになってたもんな、宝箱の前って。宝箱の方が大事だからさ。よし。
敵とか強いのかな。でもドワーフ以外強い印象ないからな。ドワーフはすごく強いね。なんかさっき言ったのに、確かにやったね。タブレット減ってないよね。多分減ってないね、うん、変わってない。あの子、くそ、じゃあ無理か。これのもうザーって場所から、あ、こっちからか。登れんか。あ、登れないね。まあね、ちょっと横全然戦わないよね。これは成長マシンは。いやー、もうなんかね、サクッといける気がしちゃってさ。あ、リーフ、ここには入れない。やべえのがいっぱいいるな。こっちは通れないよね。じゃあここでチリンするか。これか。こっちなんか明るいぞ。なんか怖いやつらいっぱいいるな。何か足に当たった。お、来たー、おばあさん足元に当たったよ。やったー。え、これ知ってた？知らんかった。やったーぜ。なんか急でびっくりしたわ。あら、ここも入れて、あっとっと。これはいいな。手前は何かあったっけな。手前ないか。ディメンターみたいなやつ。こっちは、ああ、こっちさっき来たわ。さっきじゃない、来た道だ。来た道だから、こっち側上行って。あ、気持ち悪いね君。見たことないやつ一回だけ当たれば一応。一回当たってみる。こいつとかね。うん、そいつとかね。尻から攻めるわ。よし。こいつはなんか中ぐらいの強さしてそうじゃない。そうだね。でかいし。じゃあホブルム。おい。おお、やるじゃんか。あ、いらっしゃい。あ、いらっしゃいませ。ちょっと今、探索に夢中でしばらく気づかなかった。攻略サイト見るのに。今、キッドはまだ助けていません。はい。助からないかもしれない。これは死んだんで。緑だな、こいつ。手遅れかもね。もう多分手遅れだね。でも仲間増えたからいいよね。そうやね、そっちの方が大事。ボマーでも撃っちゃえ。研究者のね、人。なんかね、口の虫の声が鼻声に、あの、正解。鼻声っていうか、あの、喉の調子が。あ、伸びてる。最近、ふてさなんですけど、配信を平日にやってることによって、週末に主に喉が壊れるっていう。お、これ効くぞ。相手が緑色だから。効くね。ライトニング。あと、ライトニングは全然違うから。あ、なるほどね。小説だったら広めよねって場所で拾わせてるから。喉大事に。あ、そもそもね、携帯に残るわ。あ、お、ルチアナ伸びるね。ラズリー可愛いわ。可愛いね。あとどう。これとかやばい見た目してるもんな。こんな虫さ、しかもあの
いそうだから嫌だ。仲間増えてるから。仲間めっちゃ増えてるから。センティ。控えにもいます。控えもいるね。あ、気をつけて。センティってことはムッカデか。センティピードか。ね、今日若干さ、はい、粘るとも。結構インターンで仲間が増えるのに、どうしてるけど、ストーリーまるで進んでないやん。あ、そうだね。一般的に若干粘る時代はあるかどうか。あー、ほんと？うん、そうなの。粘るというとどのぐらいかな。ここどんぐらいサクサクいくやばいかもしんない。60。めまい起こしちゃってる。味を占めたライトに。あ、でも色一緒か。色が一緒だろうと56か。虫、例えば2週間前はワーワーいけたよ。何のことですかね。あれ全体攻撃じゃない。あ、全体攻撃だ。全体攻撃なんですこの子。見てろよ。どうしたら一つやる、ね、多分こっちはもうすぐ死ぬから、こっちを一発で落としますか。おい、お星様一つ。97。でも死ななかったわ。でセルじゃない、ラズリーがやばいので。うーはー、うーやめろよ。あー、いいよ。おお、でもまずニードル打ちたい。ラズリー後回し。ああ。おい。91。え、強くない？うん。何投げてんだろうね。クナイっぽく見えるけど。ピンストライクってなんだ。ピンだってあれ。あ、標本作るんだ。ちょうどいいやもん。ちょうどいいな。標本にしよう。やだな、見たくないな。見たくない。ああ、ああ、かゆ。64。え、強いんだけどこいつ。あー、ラズリー。え？雑魚よな。あ、痛い。セルジュ君でも痛いぞ。66。でもしんなりはしてるよ。そうだね。ヒールするか、さすがに。自分はいた。あ、でもめまい起こしてるわ、そういうの。あ、めまいした。79。いい回復量。あ、こっち弱ってるね。もうそろそろ死ぬぞ。これで死ぬだろ。強いだと。これで絶対死ぬ。絶対死ぬ。あれ、硬いな。硬い。めちゃくちゃ硬いな。あ、痛い。標的だね。想像以上に強い。さっきのあのなんか緑でかいやつはさ、見た目の割にやったんやけどな。タコみたいな。タコ、そうね。あ、イカは味方全体か。いいじゃん。いい回復量だね。素晴らしいね。カバー優秀すぎる。で、しかも白に染めてってるよ今。ダッシュヘリはもう使ったか。ダッシュは使ったけど隕石は落とせるよ。ペシペシ。白ある。あ、あるね、あるね。なんだろう。あ、レーザー撃つ。ピョン。
やっと倒した。長っ。さあこっからよ。60。でかい。でかい。今のはイカはしなくて、あ、シューティングする。お粒隕石の落下、真っ白よ。いけ、やれ、いけ。72。こっからが長いんだよね。長いね。すぐ遅いね。なんかゆったりしてる。あー、黄色が入った。やめて、そいつはねピシャーなのよ。う、効果抜群だ。効果抜群だよ。で、黄色挟まれたからどうするかな。あ、エア操作打つか。どうでもよくなった。白はもういいや。だったら弱点の緑を使う。37で、お、弱ってる弱ってる。とりあえずニードルからいくか。おい、これが苦手なんだろ。強っ。109。やべえな。妖精、妖精はもう属性攻撃やばい。やばい。あの、レナと似た空気を感じる。アップヘイバル、よかったな。どこから来たっけ。次は上がかなり。さて、セーブも無事できたし。いや、あの、うん、あれだよね、骨のパーツ手に入れてる。あ、そうそう、骨手に入れたよ。甲羅も手に入れてる。コールはあいつにあるシャレコーでしっかりしたんです。うん、でなんかと、まっすぐな背骨かなんかを得たから。これで、ね、あと3つだと。え、まだあるの。うん、3つでもう完了だと思った。ダーム層って入れようとしたら頭だけで送信してしまった。あ、まあ、本当だ。呼びかけられた。はい、またなんかゴブルム後ろの方。大合唱リベンジぐらいで失敗。大合唱ね、うん、あれにはちょっとほろ苦い思い出があるから。あ、緑ね。じゃあ死ね。うぃー、73。はい、強い。アヤタワ無双始まったわ。あ、結構効く。あ、白はない。あ、でもアップリフトとか打てるのか。そうだね、弱点属性でいこうかね。お、痛そう。42。初めて使ったかも、アップリフト。あ、ラズリー、さすがに物理は弱いね、すごく。で、あー、白はちょっと微妙か。そんな大技かますことでもないな。スターを出す。大技中が色染める必要もない。大技を打った。えい、強い。強いな。ラズリー強い。これもしね、裏でやるんやったらラズリー固定だわ。強い。コーラも2個手に入れるし。とりあえずコーラつけてないんだよな。こっちはもう探索できたので。あ、ここあれだ、ホームの時にさ、2体いるやつだわ。あの、でかい。そう、意外と避けられるわね。結構近かったけど頑張れ避ける。あれが欲しい。あそこに沈殿してるやつ。ここ苦い思い出っていうか、あの、そうね、墓場だよね。ホームの墓場。ゴブルムとホブルムか。
なるほど、こいつら対なんだ。何今生意気な呼び方した殺す。あやたまを怒らせるとこうなるから。あやたまそう。ほらくー、でも一発ミスったから死なない。なんか恨めそうな目でこちらを見ている。仲間にしますか。いいえ。4、あとちょっとだ。あとちょっとってなんかちょっと悔しい気がする。ザク、いいね、うん、ビーフ。そのまま効かんでしょ。お、ずるい。え、ずるい。なんでそんなに使えるのか。え、しかも緑色になっちゃったセルジュ君。でも君緑属性だろ。これたまんねえだろ。ほらどうだ。あい、82。あいつのヒットポイントは100ぐらいってことだな。セルジュ君緑色なんだ。あ、毒か。デトキシン。え、ラズリー、あ、違う、これ毒じゃねえ。先天属性だ。毒じゃんと思ったら全然違った。あれが欲しいんです。先天属性だ。先天属性が緑だと毒になりにくいとかあんのかな。なんかありそうじゃない。あー、なんか楽しそうにしてる。旅行失礼。あ、やめろ。グヒグヒ、腐敗した大地にだけ咲く異遊、幻の花、やっと手に入れた。これもヒドラ滅びたおかげ。じゃあベレル、水源の浄化作用消えれば森は死ぬ。人間加減知らない。だからヒドラ滅びた。すごい丁寧に説明してくれ。森の主死んで邪魔な奴ら皆この森去った。ヒヒヒ、この森もう俺たちのものだね。気づいた。日本語話せて偉い。僕の沼地通ってここまで来たのは褒めてやる。だがこの森何もない。とっととうっせろ、目障りだ。割と流暢だからな。いや待て、いい暇つぶし。ここまで来たんだ。毒で体力ヘロヘロのはず。やっちまおう、楽しもう。戦いたくないんだけどな。下痢、それもいいな。あ、グヒだった。そうだな、やっちまおう。下痢、暴れるの久しぶりだ。やめようよ。でもこいつら緑でしょ。黄色が今チラッとする。あれ？あれ？もう一人のなんだっけ、あのヘブルムの方は？高みの見物なんじゃない？あいつ。ひよったな。さては。で、別にこれで死ぬでしょ。あ、でも一発避けられたからな。あ、でもギリ死んだわ。死んだ。あんなに喋ってたのに。ゲヒ、残念だったな。あ、セルジュ君体力が。ゲヒ。じゃなくなったんじゃない？なくなったか。回復の時は使ったアイテムのタブレットで。あ。待って、こいつめちゃくちゃウケるやん。ちょっとひらめいた。あ、えい。あー、なるほど。さあ今から何をするでしょうか。とりあえず殴って殴ってなんか打って、回復回復、ビールでセルジュを回復。いいね、一気に回復した。そしてどうせだったらね、ダッシュ切りやりたかったね。あ、その前に死にそうだわ。さあ下痢ぶっ殺してやる。69。グヒ倒せた。あんな。いや知らん。これが。ああ。グヒ回復した。
感染した。宝箱だ。やったぜー。帰る前にね、あれをしよう。なんだ。これを手に入れたから、そんな。あ、とりあえずそれとね。これ気になる、これ気になる。諦めよう。あれ、あれ、無理？諦めよう。激、やだ。激ひみ邪魔、邪魔ん、きひ。きひじゃないよ。この熱い読み合い。激ひ、ちょっと見る。こっちからいけない？帰ってる。仕方がない。あいつディメンターみたい。ディメンターみたいだ。こっち違った。確かに人間かと。うわぁ！あ、てかそもそもこいつを戦ってねえわ。逃げられる？多分逃げられないと思う。ゲヒ玉に解明してくれ。ゲヒ玉。ゲヒライフル。あ、あいつ黒だって。そんなゆっくり攻撃するから避けるに決まってんでしょ。ちょっと考えなさいよ。何？だが、これは避けられない。あいつ黒だよ。黒に白は109。なんで死なないの？なんで死なないの？でも死にかけてるこいつ、もしかして。わかんない。さっきからあんな感じだった。さっきからあんな感じか。まあ いやライトニングでいこう。俺とさすがに死ぬんじゃない。ゲヒ倒した。このメンツ強い。今日カエルのキャストずっとこれでいこうかな。ハマっちゃった。ゲヒとグヒね。どのタイミングで使い分ければいいかまだ分かんないけど、マージャン関連で見に来てくれた人サップよな。え、あ、殴られた。あれ使った。何、帰れない。こっからじゃ、こっちからはダメってことね。叩かなくてもいいじゃん。そしてやっぱりセル君って呼ばれるんだ。セル君ね。ジュ君ではないよね。ジュ君ではない。こっちからはいけないかな。え、そうじゃん。横失礼しますね。横失礼しますね。くそ。喋らないと戦えないこいつ。でもこいつってあれだよね、あの爆発でさ、毒巻き散らしたよね。確か。そうだね。2週間前にね、そう、アロマパックからね、アロマディフューズされたからさ。毒素だから。そう。あ、ほらー。ワンパンで殺せばいいのかな。それともあのエレメントだったらいいとか。半減ぐらいされたよ。うん。僕。これだ。あ、ルチアナだけ。なんか科学者だから毒ぐらい自力で中和してほしいんやけどな。すごい無茶。おい、おっさん。よし、一応チリンやってみよう。叩かれるかな。どこだ。コスパじゃないから。すごい無茶なこと言い出すなって。無茶ぶりがすぎる。あ、入り口は弱いからいいんだね、毒素が。できた。ゲヒ出れた。何するやったっけ。屋上の。屋上だ。ルチアナそこにいたのに無反応だったね。うん、このとこぶっ壊したからいなくなってる。あ、屋上に参りますか。なかなかの景色だったよね。いい景色良かったね。あいつはなぜか倒せない。倒せない。
よし。ドン。で、こっちね。はい、来ました。こいつに これだ。うん、文字だら、うわ、文字だらけ一瞬わからないんだね。キャッホー、キャッホー。え、その時、あ、はじめまして、花の子改良種フィオ。あ、そうです。もう めっちゃはしゃいでるけど見えない。よろしくね。やったー。結構なんか負けん気の強い顔してるな。負けん気強い。や、あいつもね、次回なんか変なのいるでしょ。覆面がいる、ね、覆面レスラーと花でいこうかな。改良種も名前になるとか。そう、この改良種ってとこが重要らしいよ。重要か、こだわってる。あそこにずっと佇むのね。私を連れてけー。そんな怒らんでもいいじゃん。癖が強いやつが多い。みんな癖が強い。みんな癖強すぎて逆になんか平凡なやつがわからない。ピエールって平凡なんじゃん。ピエール確かに一般人かもしんない。ピエールはあとなんだっけ、盾があると。あ、なんか装備品が全部勇者のやつ。ね、盾を手に入れた。あ、盾だ。あとはバッジと盾を手に入れたの。剣とか？なんとなく剣な気がするね、残り1個。もしかして手に入る？持ってるかしら、私。入る気がしたんだ。あれ？下級魔剣士の証。待って、あ、待ってよ。え？アクセサリーにそれがついて。うん。そのウェポン、アーマーもさ、勇者あった方がいいのかな。まだ遠いね。シャレ神戸と同じぐらい遠いね。え？もしかしてもっといるの？いるかもしれない。この下級魔剣士の証は関係ない。下級魔剣士だからね。勇者ではないか。何も許し癖しかない。下品。俺癖強い。よし、とりあえずね、仲間はいっぱい増えたね。どうしよう、これでとりあえずおしまいにする。仲間をたくさん得たところで、あれ、ちょっと長くやるんじゃなかったな。あれ、あ、まだ余裕がある。余裕というか、助けてないですよ。そうだね。同時に、ホームに行くか。そうそう、今とりあえずさ、弱いからってことで。あ、てかそうか、ホームであいつにリベンジするの忘れてたね。本当はヒドラの沼今言ったけど、こっちじゃないのよ、用事は。そうね。例えばそのヒドラが滅びちゃってるからって話。そうやね。あ、だいぶ進めてあるから、もうあの場所に三点セットがわらわらしてるところに行くのが困ってた。丸ボタン押せばスキップできたわ、これ。できるだろうな。リベンジ行っちゃいますか。行ってみましょう。もう出るでしょ。余裕だよ。大丈夫。え、ちょっとセーブしよう。ゲヒぶっ殺す。よし、もう覚えてるよ。こう言って、コピニって持って帰ってきちゃった。返さんでいいと思うけど。遊び？毒の。ああ、持ってるね、毒のやつ。お
ここはもうサクッと奥まで行ってあいつらぶっ殺すか。こいつらね、見えた。よし、お絶対避けられんと思うけどはい、セーブします、ちゃんと。ふぅ、落ち着こう。こいつらよ、せっかくそーっと行こうとしたのにさ、止められるのよ。余裕なのにセーブいや、余裕だよ、余裕すぎてセーブした今。ね、とりあえず1体を迅速に倒すぞ。やめてよもう先手にそれは。待って体力さ、どれが少ないだろうな。でも待ってよ、このドワーフを死なない、殺さない限りダメっていう場合もあるから、やっぱりドワーフから狩るべきだな。一旦回復云々の前にさっさと殺す。こいつ色は何だっけ、あー黄色ね。じゃあニードル、よし、よし、早い。これで大合唱出ないだろうという見込みなのね。そう、大合唱はもう出ない、出ないとも確信してる。いたから、みんないたからだやってたのよ。普段の合唱は出る可能性はない、もうない、多分ない。仲間に追われるかもしれない。いや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 、10ずるくないか。やめてー、避けろ。終わった。これを生かす方法が分かんないけど。そうなんだ、お前らずる、ずは、え、ちょっとちょっと、ねとりあえずリカバーするか。これで2人の体力は結構回復する。で、あ、じゃあセルジュ1やん。あー、でもエレメントもレベル0だから打てないわ。こいつが今ちょっと減ってる。えい、スタミナ4になって、やっほーよし、で弱強でいこう。弱強でよし、でスタミナが 3.9 だから、中打って 1.9 にして、でつかっつかっ、うわっ、物理の方がまだありがたいか。痛い、もう何ねそれ。用意しようかな。エアソースだから、でもやっぱり標本かな。今度このヒゲとワッフにするか。ノッポ、ヒゲとノッポが一体ずつ残ってる。このヒゲからにするか。いけ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 、65、強いな。いいです。で中打ってスタミナ1にして、ここでエレメントでリカバーしようかな。死にかけ1体いるけど、こっちが死んだら話にならんから、リカバー回復量よ。つかっ、はい、ナイス。うわずるおお、集中攻撃反対な、スタミナあんなあいつさては4 よし。で
勝ちました。勝った、勝ちました。いきます。いや単体集中して倒した方がいい。これ効くよ。7000ぐらい効く。おい、まあこれはちょっと怖い。バオーン。スタミナが2あるから今日やばいんだろうな。そうね、パンパンだろう。弱やって、リバイバルじゃん。おっと、ここで満を持して、安らかに眠ってる。全開？でももうターン回ってきてる。スタミナマックスある。で、頑張ってもらって連帯攻撃で、しかも倒してくれて一気に行くよ。ウーハーかラズリンスタか。でもウーハーレベル4だから多分強いんだよこっちの方が。ワンパンで殺すこいつを。はい、おたけび返し160。よし、よしで、ケアをめちゃくちゃテンションが上がる人もいます。勝ちました。なるほど、あの最後にちゃんと手帳度合いのね、手帳もできるような、そう回復して、で、ちょっとあのミスがやっちゃって、ライトに乗ってて、レベル4だぞこれ。でもまだ相手は今打ってスタミナがないはずだから、今日一発決めて、で逆に倒すわ。フリーズレベル3の技よ。よっしゃ ー大変だった。やったね、成長。おお、セル君すごい強くなった。あ、しかもレベル3のエレメント増えたわ。余裕よ、あ、余裕よ。ルチアのレベル1が4つになった。ラズリもムキムキになってく。あー、なかった。あー、え、連戦タブレット22番もてな、まあいいや。余裕なんだよね。余裕、正直ね、雑魚の烏合の衆だった、あれは大合唱ね。そう、烏合の衆がね、ピーチクパーチクいてるだけだった。ほらほら、森を殺すんじゃない、お前を殺すんだ。強い、ゾイ、デデデ大王かな。あの宝、そういえば取ってなかったな。待って、一旦取ってから。あの宝すごい欲しい。取ってなく死んじゃったね。どうだね、あれはしゃあない。本当に、まあ、わかんない、その時水でも抜けるんじゃない。なるほど、説明は出す。ちなみに知らん。いや、多分ね、ボス倒してそのせいで水が抜けるんだよ、枯れるんだ。でも水の量が増えると上がってこない。いや、大丈夫。おお、おいやばいの、やばいの。自然の怒りをその身に受けるがいい。ヒドラか。推しの痛みを思い知らせてやれ。聖様たちが探した森の主ヒドラ。セルジョのことを聖様という。おお、これヒドラっていうか虫じゃね。虫に縁があるよ。虫、え、虫だな、やっぱり。あ、虫の
なんかところどころ生えてるのがヘビみたいになってる。こいつ多分緑なんじゃない、特性もしくは黒、黄色じゃん。ラズリーが刺さると、刺さるな、お互いな、うん、逆に感じられてるように見える。どんだいて上で34。あいつ動きがちょっとやかましいな、動きが。弱攻撃じゃないといいじゃん。弱じゃないよ、大丈夫だよ。まずはヒールはね、うまく困った時用だから、まず最初ガンガン押しますか。ほら111、すごくいいね、すごくいい。ん毒ヒドラ、あヒドラさん今のニードルで毒になりましたね。あなた毒使うんじゃないの、見た目的に。復讐、これ毒食らったから出せるわけよ。あ、強ー、銃だって何か食らったの。ラズリーさん、回復が使えない、ないない、待てよ、これにしよう。一定時間だけどセルジのダッシュ切りを当てれるようになるから、え、バズリーがな、でも一回戦闘不能回復できる。あ、そうやね、セルジで一回回復ができる。セルジを殺したらダメよ。痛っ、攻めた方がいいかな。いや、もう一回弱打ってウーハウト、今黄色黒だね。159、もうあのやられる前にやる作戦、これ連帯が来た。大丈夫大丈夫、弱弱弱ですよ。確実に当ててレベル3にしてパパ打つか、リカバーの方がいいかな。でかい、超回復で内穴は、あ、いいね、物理しかやってこない。いた、わ、ずる、そういうところあるよね君。レベル2だとボマーとエア操作しかないか。でも緑は刺さるからエア操作打つか。そう。45。ラズリーとかも基本的に弱メインにして確実にレベルを上げてって、でレベル4はもう打ってるから使う意味なくってレベル3で止めていい。でヒールでセルジュをまず回復。セルジュはちょっとね慎重に、他はね死んでいい。どっちかならどっちかならね、どっちも死ぬのは本当にダメ。でスタミナ3しかないからダッシュ切り打てないけど、あっ来た、いやー、あ、何、え、気合い入れてる。攻撃力あるんでしょうね、防御力アップだ。なるほどね、これでなんか打てるか、レベル2シューティングか。いやよりかは弱もう一回やって次セル君来た時にすぐダッシュ切り打てるようにしよう。内穴はなんかいいのあったっけ、あ、こんだけか。もう一回弱打ってる。ラズリー、いや、セルジュ来た、もういきなりダッシュ切りで逃走できる。これどうよ、めっちゃ効くんじゃないの。42、硬い、硬いな、硬い。こっちももう一通り使ってるから、まあ、弱だけ打っておくか、スッと。でラズリーはエルメント何があったっけ、あ、見えねえわ、レベル2が。
あ、でもレベル3にすればニードル打てるから。痛ぇ。でもいけそうな気がする。しかもあいつ何気にどこ食らってるしさ。1うちのレベル3やとリカバー、リカバーいくか。あ、そうか、満タンか。36か。標本にするか、とりあえず。困ったら標本。あ、でもしまった、黒になってる場合だったらフリーズの方が良かった。45でもいいね。ラズリー3だから、もう初手ラズリンスターでいこう。星落とす、星落とす、星落とす、強い、強い、マジで強い。ラズリーやったね。絶対ね、ドワーフの方が強かった。ラズリーは歌え弱いけどめっちゃ強い、めっちゃ強い。これ倒しててよかったんだろうな。ダメだと思うね、やっぱ主でしょ。やっちゃったね。なんとなく嫌な感じだよね。罰が悪い。めっちゃ成長するじゃんけ。成長段階入った。強いよ、強いよ。 HP 増えるの嬉しいね。ラズリーあんまり増えない。ちょっと一応これでアップヘイバル。ああ、どうするつもりなのだ。そうね、なかなか痛いところついてくる。めっちゃ毛の抜け落ちた猿とも進化の端。そうだね、知られたけどな。残念なことにこいつを倒したのが快適なヒックの長女。そう助けるため。あー、よし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 、まだ生きてるね。そのお腹の子は生きてたんだね。本当に大丈夫？ダメだと思う。お星様とか落としたけど大丈夫？お星様になってないかな。死んじゃったね。ドワーフどこ行ったんだろうね。帰ったよ。これね、取れたな。取れたから、あの宝箱は、あ、もう見つけらんかったね、無理だ。あ、なんかセルジュが空気をしてる。ドワーフがなっちゃった、いなくなっちゃった。今度人間のさ、家屋を襲ってたりしないかな、大丈夫かな。あそこの宝箱。あれ本当に今じゃだ、今ダメなの。宝箱気になる。あれダメなの、今取れないの。帰りましょう。気になる。で、これをあれだね、今ホームだからアウェイに行かないといけないね。そうそうそう、あなたなんだけど、まあアウェイに。そうね、アウェイに行って、寝てるから。どこで寝てたっけ。あ、飛ばそう。テルミナだっけ。あ、テルミナからボートに。ああ。はい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 。テルミナからボートに乗ってどこ行ったんだろうね。とりあえずテルミナ経由じゃないと無理なのかな。あのボートね。あのボート。ボートは多分こっち。
別にあの行く先にあるのじゃなかった大丈夫、外に出ればすぐセーブできる。船はこっち。いた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 。ガルドーブらしい。でもなんかね、罪悪感激しいけどね、うん。なんかやってはいけないことやった感すごい強いよね。一人のためにやっちまったみたいな。そう。こんな遠かったか。だってワールドマップの向こうだよね。うん。やがてここも自由に移動できるようになるのかな。マジ俺。ボートをもらう予定だよ。もらう予定。この君は？ああはい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 。不要になったよ。で、あ、素材を1個もらえるとかそういう系か。毎度です。ごめん、買ってない。買ってないし、売ってない。久しぶりにここ入ったな。先生、めっちゃうなだれてる。仲間になりそうな顔してるよね。なんかいない気がすんだよな。ならんか。とりあえずこれでキッドは無事になるかな。あの解毒剤が間に合いませんでしたとかならんかな。一番良くないパターンになるけど。とか行ったからね。めっちゃあちこち行った。お、おお、もう完全に治ったのか。絶対ないそうです。あ、はい、セルジュです。え、ありがとうなとか言われるのかな。聞いて、あれ時間かかるって今めっちゃ痛いってこと？どういうこと？めっちゃ痛いんじゃない今。もし何かあったらすぐに呼んでくれたまえ。動けるか。あ、動けるわ。あ、ダメでした。椅子使えよ。あ、へへって言ったね。へへって言ったわ、やっぱり。こちらは下品だけど。下品。よかった。もう忘れとったよ。うん。下品となんだっけ、もう一個。もう一個。下品だね。下品か。下品だったな。スラムダンクの方。下品。下品。湘北に生まれてよかった。生まれてよかった。入ってよかった。絶対死ぬよ、解毒薬なかったら。今あのリアルヒドラが飛んでる気がする。ヒドラじゃない。ヒドラじゃない。俺ずっと飛んでるさ。あ、セルジュありがとうって。
麻酔が効いたのかな。コリちゃん泣いてる？頭かいてんのか。そうだね、セルジュだけだね。聖様と同じ世界の住人。あれそうやったっけ？あ、そうだ。ダメだ、うちらダメだわ。もうちょっと悪い、すっかり忘れた。そうだったわ。やばやばだったね、あれは。あれはやばやばだ。なんだっけ、オクトガルに食われるとこだった。白飯がヒドラと戦ってる。ミスミス。いや弱中だったんだよ。ちょっとね、強攻撃になると音が。あ、ボマンだから。ボマン打てよかったよ。あ、ボマンでよかった。ああ、この左下の人か。仲間に入れたい。仲間になる顔してるよ、これは。なるよ。でもこう、あの状態でさ、戦闘でスタンバイしてそうじゃない？うん、してるしてる。弱中強やる。ゆっくり体を休めてくれたまえと。じゃあ女装版泥棒か。なんか盗んだな今多分。あ、確かに。確かに。もうこれでエンディングですね。あ、どういうこと。あ、今早かった。え、って言われたよ。てん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 じゃん。え、どうすんのこれ。か、帰ればエンディングでしょ。そうね。え、どっちで味方とどっちの方が増える。そうね。帰ればよくない。だってクリアするでしょ。帰ろうかな。いいのこれ。言っとくけど今あの帰るに9割いってるからね。でも本来の目的は仲間を増やしたいんでしょ。配信でさ、あの要望として意向としてはさ、はい、仲間をなるべく増やしたいんだよね。でも3でクリアしたいって書いてある。あ、優先順位ね、あれ。基本的にはこのあなた A、 あのアウェイ、はい、の方で仲間増えるよね。なんか
そうね、入れんな。ちなみにさ、知らんけどどっちもいいんじゃない。あ、どっちがメインの舞台になるか変わるんだ。あれ、ちなみにあのこれでエンディングになるってわけではない、さすがに。記憶ない。帰れないの方がいっぱい増えるかな、仲間。これ2週やりた。2週やりた。帰れない。あ、キットも増えちゃった、どうしよう。次回なんかキットは使ったことあるからな。あ、そうか、いてついた炎を探してんのか。未来奪ったってどういうことだろうな。コルちゃんは何をやってんの。抜いてない、抜いてるね。叩いてるのか。さてと、抜けるぜとか言う、もしかして。え、いや、腹番よ。安いやんけ。いやだ。さっき取られたやつか、何か。え、ブリッドって何。はめる場所じゃない。はめる場所、服があるじゃん。あれ、多分あれ自体を装備してるんだよ。なるほどね。じゃあもしかしてさ、キッドしばらくあのエルメド使えないのか。じゃあ入れたくないパーティーに。あ、こいつこいつこいつ。え、困らないのあれ。はい、分岐です。仲間の運も確かに関わってきます。エレメントがないとでしょ、そりゃ。そうすれば多分あのね、メルがメルをボコして味方にするのよ。いいんじゃない。分かってないな、キッド。どうする。なん、これもあのセットの選択肢、セットの分岐だから。1個目を選んだ上で次の組み合わせも正しく選ぶことによって分岐するなるほどものなんです。え、じゃあさ、これさ、1個目と2個目が違ったらさ、どうなの。あの分岐しない。1個目2個目が合ってる、あの回答 A のパターンと、うん、回答 B のパターンとさ、 A と B 答えちゃったパターンと B と A 答えたパターンあるじゃん。それどうなの。全部ダメですか。ダメなの。正確に、順位も正確に。え、これやっぱり追いかけるでしょ。よし。顔色。そうだよ、キッドね、もしね、生意気なこと言ったらね、ダッシュ切りするよ。これで、逃げるメルを捕まえろみたいな、あの、トカゲ捕まえる時のやつみたいな。なるのかな。
しかし一晩で回復したの。なるほどね。追い煩いか。どこ行ったん？これか。あ、これ違えわ。どこだ。違う。さすがにフィールドには出てないでしょ。あ、びっくりした。あ、なんかね、上にあったと思いますよ、セーブポイント。ここあったんじゃない確か。あやたまの記憶が正しくない。じゃあ、下だ。あやたまの記憶が正しくない。お前さっきはよくもやってくれたな。滅ぼしたはずでは帰ってきたか。本当の人間だなって。でっけえ森知ってますよ。だけどね、あ、その時の一人だって。はい、ちょっと邪魔。ヒドロで、誰だっけ、誰か探さないといけない、あの子。あ、人に話を聞くでもあるよ。なるほど。誰かがどこどこに行ったっていうのか。え、召喚エレメント。召喚するか、いい武器にするかってこと。住民話しかけてメルの居場所聞くか。じゃあちょっとこの二人も聞くか。ここには一度も来てない。なるほどね、こうやって情報収集して捕まえるんだ。どこにあったんだろう。あ、左かもしれない。あ、あそこってんだ。ちょっと見せてよ。ゲットソウル。おお、黒属性あるじゃん。2個ぐらい取ってルチアナ用にね。ヘビーブローも、あの、ケッケッセント、シューティング、レーザーシューティングちょっと増やすか。白と黒はちょっとありだよね。あれかな、レアなのかな。うん、まあ、上腕の方で売ってないもんね。うん、レア操作めっちゃあるけどね。この辺もちょっとたまに状態異常食らうから、そう配置分と、あとはただストックして回復用途にしておこう。予期効果用あれかな、あの顔の特殊グラフィックがあるやつじゃないと、だけあの子の居場所教えてくんないのかな。名前忘れちゃった。2文字だった。なんか ルミみたいな。あ、メルか。あ、メルね。風にはならないです。間違えた。あ、間違えちゃった。くそ、焦っちゃったです。あーはい、戻るです。あ、ついでにこの辺に話聞くです。装備品だって、ほら、装備強化。多分ベルの居場所知ってる人近くにいた。まさか風になるとは思ってなかったっす。銅のほうき、いいんじゃない。ほうき、あれ、
これね、違う。あの、レナ。ブロンズソード。てか、家事用品なわけね。みたいだね。分解もありなのかな、下取りじゃなくて。ああそうだね、さっきねちょっと分解しちゃうんだ。力仕事は大変だよね。ああまさか気になるとは思ってなかったな。ここでやられた、焦ってお金払っちゃった。違う違うと思ったら。こいつ要注意だな。お前だろ。左ですか。あれ。お。まだ見てない。住居棟の方か。よし、武器といどくか。風になんだよ。シャーって。ん？あ。気づくの遅。こっちね。女かだろ。あれ。なるほど。メルの姉貴。ミニゲームでさ、3、2、1で一緒に入るんじゃない？これじゃあ行くぜって。あれ自然と竜の餌やりスタート、竜の餌やりみたいな。あ、ビエお心広いよね。うん、コルチャは結構なんか堅気な、な、何なんちゅうのあれ、ギリがたい。ラジカルドリーマーズのキッド様。これね、ゲームはいつもさ、2段目にラジカルドリーマーズあるのよ。気になるのよ。ガキって言うなって。確かに。何それ。これで。バカだ、これで。本当はさっきあのまま書いたらコルチャが抜けてたんだけど、この恩があるしなっつって味方になんだ。で、お金もチャラい。あれ。秒で読みが外れた。え？いらん。帰れるんかい。これで。ダメなのかよ、分かってよみたいに言うつもりだったのに。あ、間違い、ラッキーなんじゃねえわ。誰だっけ、さっき。知らない。ああ、そう、ここにおったわ。仲間になる？話すらできん。
これでもうホルちゃんに会いに行けばいいかな。みんな外に出てセーブしたいですね。そうっすね。